あれどうしたの？山崎まさよしさん。ライブで歌わなかったんでしょ？体の調子が悪いのかな？なんかずっとダラダラと喋ってたでしょ？まあ、トークが売りのアーティストの方もいらっしゃいますもんね。さだまさしさんとか、歌もすごいし、トークもすごいしっていう。山崎まさよしさん、すごいなんかトークが面白いってイメージはないですけどね。いや、まあお客さんは困惑したでしょうね。急に今日は歌いたくないって言われても。ツアー中かなんかなのかな？もう一回チャンス。あげてほしいですよね。ワンモアチャンスって歌歌ってませんでしたっけ？笑っちゃうね、でも。ワンモアチャンス歌われると。なんか、あの歌僕は好きなんですけど、今歌われるとちょっと笑っちゃう。機嫌が悪かったのかな？でも機嫌が悪かったって言ったらチケット買ってんだからね、お客さんはね。歌って！早く歌ってっていうお客さんの声があったんでしょう。どんな空気なんだろうな、もう。うわ、面白くねえ話、ダラダラしてんな、歌わねえし。早く歌って！今日歌いたくないんですよね。どんな空気だった？それはそれで。でも、ライブってそんなもんなような気もするけどね。そのなんか、それで返金っていうのも、だってライブって何が起きるかわかんないっていうところも含めて楽しまないといけないって考えたら、まあ確かに嫌だけど。まあでも要は、さだまさしさんのようにトークが面白かったら、こんなことにはなってないんだろうなと思うけど、でも、滑るとか変な空気になるっていうのも、ライブの醍醐味のような、気はするけどね。最初はみんな下手くそって言うじゃないですか。どんどん上手くなっていくじゃないですか。繰り返してたらトークも。いつもよりも歌が少ないっていう情報さえあれば。そう考えたらさだまさしさんのライブってやっぱすごいよね。どっちも圧巻っていう。チャンネル登録よろしくお願いします。